はい、ということで、皆さんこんにちは。実はですね、まあ、今回はチンコの僕のあの性病のやつの経過の話をしようっていう話をするんですけれども、経過の話をするんですけれども、僕があの性病になっちゃった、まあちょっとあの関連 URL 下の方の動画説明欄に、知らない人はね、下の方の動画説明欄に、僕がまあ性病、簡単にかいつまんで言うと、僕が性病になったんですよ。で、ちょっと調べてみたら、感じたっていう、まあ、おちんこにね、白癬菌っていう、あれがついて、まあ、ちょっと、カビがついちゃったっていう病気なのよ。で、カビがついちゃって、で、まあ、その時に俺が取った対応っていうのが、黒米 N 軟膏っていうのがあるんだよね。で、その水虫じゃねえわ、心菌っていう、その菌に効く薬を塗りましたよっていうのが、まあ、前回の性病の話のあらすじなんですけれども、実はあの動画ですね、投稿したのが、あの動画を撮影したのが、投稿した1週間前なんですよ。要するにもう2週間ほど経ってるんですね。実はもう2週間ほど経ってて、で、まあ、黒米 N 軟膏を使い続けた感想っていうのを、まあ、今回はね、まあ、あと皆様にもね、やっぱそういう、ああいうことを言ったら、まあ、やっぱそのオチというか、経過報告みたいなのをする義務があるかなと思ったんで、まあ、2週間ほど使ってるんですけれども、この黒米 N 軟膏ってやつをね、うん、まあ、それの話をしていこうかなと思います。まあ、実際に塗り始めたんですよ。めっちゃ効いてるね、多分。え、効いてるのかな？つけた初日はね、なんかちょっとジクジクしたの。つけた初日はちょっとジクジクして、なんかジクジクすんな、なんか染みてるな、みたいな感じだったんだけど、これダメな染み方だったらどうしようと思ってたんだけど、もうなんかその3時間後ぐらいには特に興味がないぐらいの、特に感じないぐらいのね、ジクジク具合になって、あーなるほどって思って、これ効くんかなって思ってたんだよね。で、まあ風呂で毎回洗い流して、風呂で、なんか結構こびりつくんでね、黒米 N 軟膏、なんだろう、なんて言えばいいんだろうね、結構粘質というか、その皮膚にへばりついてしっかり効くタイプの軟膏だったんで、まあ、お風呂でしっかり洗い流して、でもう一回塗り直してっていうのを、まあ初日は1日2回とかやってたんだけど、そのしっかりティッシュとかで拭いてね、1日2回とかやってたんだけど、めんどくさくなって1日1回ずつ、風呂上がり、毎日風呂入って風呂上がりに毎回薬をつけるっていうような状態でやってたんですけれども、うん、で、まあそのおかげもあって、2日目ぐらいから変化が現れたんですよ。2日目ぐらいからもう早速現れて、どんな変化かっていうと、亀頭がね、亀頭の仮首がですね、めちゃくちゃ柔らかくなったんですよ。絵にして説明しますね。僕今までのチンコは、まあこんなんだったとしたら、ここがね、ここの仮首があるじゃないですか。ここの仮首が、ここにね、仮首がある、わけですよ。仮首があるんですけど、めちゃくちゃ硬かったんですよ。バキバキですよ、マジで。鱗でもついてんじゃねえかってぐらいの、硬質化してたんですね。ていうか、硬質化っていうのも気づいてなかった。いや、本当に、気づいてなかったんですけど、でもね、なんか塗った後3日ぐらい4日ぐらいしてから、ここのカチカチがね、この仮首のカチカチがふにゃーんってなったんですよ。ふにゃーん、親指で触ってみたらふにゃーんだよね。女の子のおっぱいを触った時のような柔らかさ、まるでふにゃーんの柔らかさだった。それまではみんなは亀頭の硬さどんぐらいか分かんないんですけど、俺はめちゃくちゃ硬かったんだよね。いや、硬かったことに気づいたというのが正しい。気づかなかった。自分の亀頭が硬質化してるということに。うん。めちゃくちゃ柔らかくなって。で、さらに2日後、まあ、だから、1日後ぐらいかな、4日目ぐらい、塗って4日目ぐらいしてから、ちょっと言ったじゃないですか。まあ、ちょっとなんか色がね、色が、
チンコに似せすぎるとバンされるかもしれないんで、青にします、青にします。で、でこれ赤にしようか。で、こうなってたわけですよ。こうなってて、で、チンカスがボロ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 ってついてたわけで、こんぐらいついてた。言うなれば、いや、ちょっとこれは持ったかもしれないけど、いや、まあこんぐらい、こんな感じになってたわけですよ、チンカスがね。いや、もしてチンカスこんなになってたんだけど、もうゼロ。チンカスゼロ。チンカスゼロ。もうなくなって、いや、本当に綺麗なチンコになりましたね。で、まあとりあえずあと1週間ほど使ってみて、もうさらに使い続けると、あの金っていうのはバランスらしいんですよね。いや、あの、もともとある菌なんだけど、ちょっと菌と菌のバランスが崩れて発症するらしいんで、あの、使いすぎるのも良くないらしいんですけど、まあ、とりあえずあと1週間ほど使って、まあ、また最後にぐらいの感じで出してみようかなとも思うんですけど、かなり良くなりましたね。皆さん意外と気になってないですか、チンカスとか。ああ、チンカス出てたら要注意ですよ。洗ってるのにチンカス出てたらね、不安に思った方がいいですね。僕みたいにちょっとエロ同人誌の汚いおっさんごっことかする前にね、まあ僕のように薬を使うなり病院に行くなりしてみた方がいいんじゃないかなと思います。というわけで、とりあえずのこんな感じの経過報告でした。まあとりあえずあと1週間後ぐらいにまたやめました、どんな感じですっていう動画を上げて、まあまた再発したら、それでまたやめて再発したら病院行く配信でもしますね。カメラなしだけど病院行ってきました動画でも作りますわ。まあそんな感じで、とりあえずチンカスがなくなって一安心し、祈祷が、自分の祈祷がね、なんかめちゃくちゃ硬かったことに今更気づいたミザピザでした。そんな感じです。じゃあまた経過報告します。バイバイ。またね。